どうも、じゃあ、あ、間違えた。テンション上げていきましょう。どうも、じゃあ、友情です。ああ。今日撮り直して。どうも、じゃあ、友情です。今日はですね、燃料飯を、今日紹介したいと思います。断固たる決意を、お見せしましょう。見せケツを、パスタを茹でて、卵を、生のままいっちゃいます。ドーン。みんな何回ぐらい混ぜるんだろう。僕は結構混ぜます。よし。ごま油とかいったらなんかうまそうだし、なんかいい感じに見えるな。味噌アーモンドふりかけなるものちょっと母からもらったんで、これもかけていきましょう。らっきょう2つぐらい入れとくか。完成。こんな簡単な飯ある？皆さん、これが断固たる決意飯ですよ。こんなもんなんですよ、原料っていうのは。多分、いただきます。うん、普通の飯なんだけど美味しい。パスタだけどすすっちゃいます。うん、らっきょうも、うん、基本は必要な栄養だけを摂取するための行為なので、だからこういうことになりますね。自分はなりますなって、こういうのを食べてしっかり練習して動いて落とすっていう、まあ減量飯って多分こういうことですよね。もう男がズボラな飯食ってるだけの動画になっちゃいましたけど、見てくれてありがとうございました。それでは田之丞の動画、今日はこの辺で。さよなら。